はい、お疲れ様でした。11月28日土曜日、20分 SST はですね 277.8、 NP が281ということでした。ペダリング効率が左 59.2、 右が 56.2 ですね。277ということはですね、96.8% ということで、またしても SST 強度は超えてしまいましたが、無事怪我もなく終えることができました。やっぱりですね、SST っていうのは、なんていうんですか、自分のね、まあ、息地っていう言い方をするんですけど、息地の下の方で走りますので、垂れることは少ないんですね。で、やっぱ20分中に垂れてしまうということは、その息地をね、超えて出力している時間が多いと思うんですね。例えば私だったら286とか、20分マックスがね302なので、それをね20分中に超え出すと、やっぱり息地以上を刺激しているので持たなくなるんですね。だから20分中の後半、例えば残り5分とか残り7分ぐらいから息地を刺激するっていう走り方をしないとですね、前半の例えば2分とか3分で400ワット500ワットで走ってしまうと、残り17分ぐらいがですね、もう、しんどすぎるわけですね。もう限界を超えて走ってしまった後の17分なので、SST 強度すら危ういと。で、そうなってくると20分中の強度も下がってしまうので、トレーニングする際はですね、できるだけ後半に上げていくっていう走り方をされると、まあ、よりパワーは出るのかなと思いますね。で、これだけ、それだけで走っていてもレースでは通用しないんですが、パワートレーニングという観点においては、前半突っ込みすぎないっていうことがね、一つ、肝になってくるのかなと。あとは、突っ込むっていう走り方もあるんですけれども、ごっちゃにして考えるとですね、よくわからなくて成長しないなとかね、練習してる割に速くならないなということに陥りますから、しっかり自分の中で分けてですね、今日は何をしたいから前半突っ込むんだとかね、何をしたいから徐々に上げていくんだとか、そういう風に捉えられて走ると、練習が楽しくなるんじゃないかなと思いますからね。はい、なぜか偉そうに語ってしまいましたけども、急に語り出すっていうね。やっていきますか。これ自分で考えたお題って、ね、なんかね、せこい感じがして、ちょっと昨日やらなかったんですけども、一応考えてませんからね、答えは。お題だけ考えて、自転車乗ってますから。で、今日のお題はですね、ロードバイク初心者を少しだけ不安にしてください、はい、これロードバイク初心者を少しだけ不安にしてください。ロードバイク初心者を少しだけ不安にしてください。あ、10速なんやこれちょっとダメだな。バカにしてる感じも含まれてますから、これはちょっとダメだな。不安にはならない、嫌な気持ちになるね。不安にしたいですよね。ロードバイク初心者を少しだけ不安にしてください。ロードバイク初心者を少しだけ不安にしてください。あ、君パール泉なんやさっきと一緒さっきと傾向が一緒ね。パール泉が悪いわけじゃないですけどもね。はい、ロードバイク初心者を、これちゃんとやりましょう。ロードバイク初心者を少しだけ不安にしてください。はい、ロードバイク初心者を少しだけ不安にしてください。あと少しでーすこれ皆さんは絶対一回言われたことあるんじゃないかなとね、思うんですけどもね、はい、はい、ロードバイク初心者を少しだけ不安にしてください。はい、ロードバイク初心者を少しだけ不安にしてください。はい、下り基調でーすはい、ロードバイク初心者を
ロードバイク初心者を少しだけ不安にしてください。本当に本当にグルメライドです。信じちゃうっていうね、まあ、信じるも何もあのグルメライドはグルメライドですからね、はい、ロードバイク初心者を少しだけ不安にしてください。はい、あのパンを買いに行くだけです。パンを買いに行くだけなんでしょうけどもね。はい、じゃあ、そんな感じです。じゃあね。